よっ、毎度、自転車の牢屋。わかりまっか、毎度。今回はな、このバーテープを止めるこの癒着テープ。癒着テープいうので止めると、こうベタつかんでって、ここのあの、ビニールテープで巻くよりええでっていうのを、わいは動画で上げさせてもらったんやけど、まあ、ビニールテープより値段高いよね。あの、このスコッチのビニール、スコッチのこの癒着テープをまた買おうかなと思っとったんやけど、これが、アマゾンとか、ホームセンター行って330円とか40円とか、そういう値段で売っとる。まあ、これも仕方ないのかなって思っとったんやけど、昨日やな、ダイソーに行ったらやな、売っとったんや。これをみんなに今回、知らせたいな思って、この動画を撮ることにした。これや。これダイソーで売っとった。電線の絶縁、水道管の補修に、伸ばしてくっつく癒着テープいうのを100円で売っとった。税込み110円やで。長さ2メートル。ちょっとこっち見てみるか。こっち長さ1メートルになっとるんで、かなりお得やで。こっちとスコッチのテープは1メートルしかないんで。これはお得やないかなと思う。でもやな、まだ使ってない。まだ使ってないんで、使い心地いうか、それが全然ちょっとわからん。わからんけど、ダイソーで売っとるんで、こう何遍もこの巻き直したりする人にとしたら、ワイもそうなんやけど、ありがたいかもしれんでいうのを今回みんなにお伝えしとく。そしてやな、これを使ったら、使った感想もまた動画で上げとくんで、それも見てほしい、っていうことや、今回の動画。まあ、このバーテープいうのは、まあ、自分の経験で言わせてもらうと、巻いて、まあ、最初うまくいかなかったんで、これずれてきとって、またこれ癒着テープ取って、巻き直して、そしてやな、汚くなってきたりしたんで、したり、ここがまたずれてきたりするんで、巻き直したりして、3回ぐらいも同じテープを巻き直してる。これもテープはもともとやな、200円ぐらい、220円とか240円とかで売っとったやつ。ヤフオクで買ったかな。郵送料が高かったんやけど、アマゾンでも結構安く売っとると思う。これと同じやつを。同じようなタイプを。全く同じじゃないかもしれんで、同じようなタイプをって言っとくけど。そしてやな、まあ、高いの買ったらそういう、あんまりずれてこんかったりもするんやな、するんやないかなと思うし、裏にテープがついとって、ベタって貼っつけれるようなやつだと、こうずれてきたりないのかなって思うんやけど、まあ、これはこれで、まあ、安いんで、まあ、何遍か巻き直せばいいなっていう考えでやっとるのと、こう見てほしいんやけど、こう倒れるんや、自転車。自転車倒れて、こういうところ傷ついたりするやんか。こういうとこ。そうなってきた場合、やっぱりこのバーテープっていうのは必要やし、高いバーテープ巻いとって、巻いたばっかりですぐ倒れて、テープが傷がついたりしたら、これはショックなんやないかなと思う。思うぜ。せやから、まあ、これも、あと1回か2回巻き直したら、あと1回巻き直すかな、どうかわからんけど、これも、こういうとこちょっと取って、まあ、使えるとこは取っとくかもしれんけど、外して新しい別の、また買ってあるんで、巻き直そうかなと思っとる。そんな風や。ダイソーで売っとる、電線の絶縁、軌道管の補充人の、癒着テープ。100円に言うのはなかなか、いい助けになるで。で、これサムネ取っとこう。これ、どないや言う。これ、どないや。これは使えるでいう風には、思うで。みんなも、ダイソー行ったら、気をつけてみたり、まあまあ、必要だと思ったら、こうで見たら、どないやと思う。今回の動画、以上や。ためになったかな。まあ、ためにならんでも、もう、ええわ、いう気もしてくるな。長いことやっとっても、あんまり見られんでいう風なんで。まあ、頼むで、まあ、チャンネル登録。浜中大原いうチャンネルに変わったんやけど、まあ、そっからもしかしたら映すかもしれんのやけど、自転車乗る方の動画とか自転車の動画だけ、そっから映るかもしれんのやけど、まあ今浜中小原さんのとこに入っとるんで、まあ同じ人がやってるんやけど、信文小原の小原さんが、小原さんイコール自転車乗る方やで、ね。同じ人が一人スタイルでやっとるんやけど、まあそんな風なんで、まあ浜中小原でチャンネル登録してくれたらワイワイ出てくるんで、よろしく頼むわ。そんな風や。この動画ちょっとでもいいなって思ってくれたら高評価のボタンをクリックや忘れんといてチャンネル登録も頼むでおー気に質問にも答えるんで、コメントもいっぱい書いてくれっていうことや。励ましのコメントも待っとるで。めっちゃこの浜名湖のほとり、今、演習の中におるんやけど、ここでみんなからの励ましのコメントも待っとるんで、よろしく頼むでほなまたバイバイ自転車乗ろうやった今日はやな、まあ、平日なんで、土平日というか、土平日の始まりの日なんで、そりゃ釣り人さんがいらんのかもしれんし、今日はやな、風がめっちゃ強い。
風がめっちゃ強くて、これ飛んどるやないかいうことやな。風がめっちゃ強いんで、まあ人もおらんやろうない気がする。そして波もあんまりいい感じの波が立っとらんので、サーファーさんもおらん。釣りとしてはサーフどないやろいう気はするな。まあどっちみち釣れんのやったらここで投げる練習するかなとか思うで。そんなとこや。じゃあ浜名湖からバイバイ、またね、名残惜しいわ、バイバイ。